マルチメディア体験展コキューの新自由世界が七宝バンクモールで開かれています。新の時代、乾隆帝の宮廷絵師張以方と余生が11年かけて完成させた10幅から25の真珠を選び、デジタル合成技術で動かしながら奇想天外な神話の世界を再現しています。ライオンの体と羊のひげを持つ白鐸、人間の言葉が分かり世の中の摂理に詳しいので最も地位の高い神獣とされています。戒珠は中国の裁判所の前に置かれる一角銃で、悪人を見つけると角で刺す公正公平の象徴とされています。一番の食いしん坊は長い鼻の熊である獏です。硬貨、花や草、木の机など何でも食べてしまいます。日本に伝わると悪夢を食べる能力が追加され、夢食いと呼ばれながら縁起の良い神獣として愛されてきました。神兽是一个很庞大的主题，我们做成了一些交互的，然后视频多媒体的方式，同时我们又用一些剧情的方式，能够让观众、让孩子们更加容易去了解它背后的故事，来了解中国古代的传统文化。展覧会は5月26日まで開かれています。会場では毎日正午に各神獣の物語を紹介する無料案内が行われます。